気分は変わった。でも皆様方の雇用は、皆様方の老後は、皆様方の子供は本当に幸せになれるような環境が整ったんだろうか。今その時がいいというような政治ではなくて、私は向き合わなければいけない日本の最大の政治課題は人口減少だと思っています。どんなにこの国で女性が産むという選択をしても、残念ながら日本は世界で最も速い速度で人口減少が進んでいます。今からわずか24年後、赤ちゃんが24歳になるとき、皆様方の今の年齢に24を足したときの日本の近未来、日本の基礎自治体の3割が無人になる。1年の100万人、まさに玉城さんの香川県1個がなくなるかのようなスピードで人口減少は間違いなく近未来にやってくる。じゃあその時に限られた財源、皆様方の納めてくれた税金、これを何に使っていくのかをぜひ私たちは問わせていただきたいと思う。皆さん方の、例えば子供さんを持ちたい、できれば2人以上持ちたい、こういう方々が持てない状況にある。だったら0歳から5歳までの就学前教育保育は無償化しようじゃありませんか。 1.2兆円、大学に行きたい、しかしながら行けなかった、私の友達もいました。でも皆さん、私が30年前大学に行ってた時の授業料、年間21万6000円、今は60万円超えますよ、国立でさえ。アルバイトをして授業料が稼げるような話じゃなくなってきた。アルバイトをして学校が行けない、そして先ほど蓮舫さんがおっしゃったように、卒業するときには借金だらけ、これが今の現状じゃありませんか。であれば大学の授業料も国公立並みにさらにしようじゃありませんか。 1.6兆円、足したら 2.8兆円、消費税 1% で全ての子どもさんたちに等しく教育を受ける権利が与えられる。皆さん、 1% の消費税を子どもの教育に充てようじゃありませんか。それで全ての人が教育を受けられる、そんな社会にしようじゃありませんか。皆さん、まず年金15ヶ月で10兆円も皆さんの年金を吹き飛ばしておいて、しかも皆さんご存知ですか、これから始まる秋の臨時国会にはなんと物価が上がった時でも年金を引き下げる法案が出ていること、ご存知ですか。こんなデタラメを許してはなりません。もう一つ、我が国の最大の構造問題は人口が減っていること、少子高齢化が進んでいることです。この根本問題に日本の政治は長く正面から向き合うことを避けてきた。なぜなら教育、子育て、やったってすぐ成果が出ない、もっと言えば次の選挙に役立たない、そんなことを言って先送り先送り先送りを繰り返して、日本は30年40年の時間を過ごしてしまいました。私は今回子ども国債という新しい国債を発行し、子ども子育て予算を倍増させ、どんな家庭に生まれても、どんな親のもとに生まれても安心して子育てや教育ができる、そんな環境を作るために日本の子育て教育の環境をガラリと変える政策を行いたいと思います。